こんにちは、ドクター熱血です。今日はガチャいきますが、今654しかないんでここ受け取ります。1068まで回復しました。さあ引きたくない、ガチャいってみましょう。伊庭さんピックアップ。ああ、いや、ただキスケが引きたいですね。キスケが引けるとレベルマンになるんで、キスケが欲しい。うん、他はいいや。はい、まあ、伊庭さん1個ね。伊庭さん出るまで行ってみましょう。もうサケット10連出ないかな。なんかさ、挙動遅くない？受け取るのもそうだし、その今のガチャもさ、押してさ、遅くない？さあ、上に不利なことをした僕は、意地悪されるかな。40連。タイの戦いに傷はつけん。死んでも勝つ。それが筋っちゅうもんじゃ。伊庭さん。まさかの岩さんに前抜き。そうですか。混ぜるかどうしようか迷うな。あっさり終わってしまった。むしろキスケが欲しかった。いや、性能はいいんすよ。今までの、すげえ広いな。今までのその、ドロップアップのキャラの中では、もう段違いで、強い。ギリギリで打つと走れる。確定枠があるんですが回しません。いや、ていうか218なんて回せません。仮に回したとしても僕は回しません。伊庭さんが出るまでというルールでやったんで、もう出たんでおしまいです。キスケはそのうち出るでしょうというところですね。これで、ちょっとお待ちください。はい、レベル200にしてきました。ということは、カウンプ継続 !1816 対中1816対。まだまだ俺がトップなのは続くぜ。はい。DM でね、伊庭さんを引くようなアホなことはやめてくださいっていう DM が来ましたが、やめません。
本日ですね、ちょうど月末のガチャも発表になりまして、クリスマスガチャ2体ということで、また2体に減りやがったと思いましたけれどもね、こいつらも引いていきたいと思います。今回はここまで、頑張った。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。